ママ久しぶり、元気にしてた？私のことを当然覚えてるよね。マユ、急に私に連絡なんてどうしたのよ。よかった、ママ私のこと忘れてなんかいなかったんだね。自分が産んだ子供を忘れるわけないでしょ。離婚してもう10年も経っていたとしてもね。じゃあなんで娘の私に早く連絡くれなかったのよ。私すごいびっくりしたんだからね。え、一体何の話かしら。雑誌を見たんだよ。ママが会社社長として出てるんだもん。私びっくりしすぎて思わず破いちゃったんだから。その雑誌ちゃんと買ったんでしょうね。当たり前でしょ。それよりもなんで私に連絡してくれなかったの。いつの間にか社長になってるなんてすごいじゃん。ま、いろいろとあったのよ。あんたたちに捨てられてからもう10年。それだけあれば会社だって立ち上げられるし、社長にだってなれるわよ。ちょっと、捨てられたって何よ。私もパパもそんなことしてないんだけど。ああ、あんなことをしておいてよく言うわよ。マイの20歳の誕生日に勝手に離婚届を出したくせに、荷物ごと家の外に追い出したくせに。待って待って、ママもしかしてまだあの時のこと怒ってるの。もう10年も前のことなんだよ。何年経とうがあの時の悔しさは消えないわよ。違うんだよママ、あれはパパが離婚届を出してこいってうるさかったの。父親に言われたら娘は従うしかないじゃん。だから私たちに捨てられたなんて言わないのよ。あんたもノギノギだったくせに何言ってるのよ。もうママなんて必要ない。パパの彼女さんの方が気に入ったから出て行けって、そう言ってマイも喜んで私を追い出したんじゃない。それが聞いてよママ、あの女すんごい最低な女だったんだよね。はあ、私のおかげでパパと結婚できたくせに、パパと結婚した途端に私には偉そうな態度なの。しかもね、就職したならとっとと自立しろってついに私を家から追い出したんだよ。あのね、家族喧嘩なら家の中でやってくれるかしら。もう私はあなたの母親でもないし関係ないのよ。何言ってるのよ、ママはママでしょ。離婚しても私の母親でしょ。海の母親だけど、もうあなたの母親のつもりはないの。それじゃあ忙しいから。じゃあね。あ、待って待って、大事な話は終わってないよママ。え、忙しいならせめてマンションの住所だけでも教えてよ。そしたらあとは私が家庭荷物を運び込むからさ。どういうこと。だから家を追い出されたって言ったじゃん。それで仕方なく会社近くのアパートを借りたんだけど、狭すぎるし家賃は高すぎるし、もう本当に最悪な毎日なの。だから私ママの家に引っ越すから。は、いい転職先ないかなって雑誌読んでたら、ママが社長やってるって載ってるんだもん。もはやこれは運命だよね。私たちまた一緒に暮らすべきだよね。ちょっと待ってよ、なんで私が前と暮らさないといけないのよ。会社の社長やってるくらいでも、どうせたまとかいいところで暮らしてるんでしょ。部屋も余ってるだろうし、10年ぶりに娘と一緒に暮らすわよ。誰があんたなんて娘なもんですか。家なんて教えないし、絶対に一緒に暮らさないからね。母さん、今どこにいる。もしかして家に帰ってきた。ちょうど今家に帰るところよ。どうしたの。よかった、まだ家には着いてないんだね。軽いけど今日はどこかに泊まってきてくれないかな。今家に帰るのはちょっと危険かも。どういうこと、何かあったの。実はさっきマンションの管理人さんから連絡があったんだ。変な女が家の前にいる、母さんの娘を名乗って無理やり入ろうとしてるって。え、どれだけ管理人が注意しても全然帰ってくれないんだって。だから念のため今日はどこかに泊まってきてくれるといいんだけど。わかった、それじゃあ管理人さんには遠慮なく警察対応してくださいって伝えておいてくれる。わかった。私は今日はどこかに、いや、あの子のことだし念のため1ヶ月は泊まってくるわ。あれ、もしかして母さん、マンションに来た女に心当たりでもあるの。まあね。それより凌介、あなたはどこか泊まるところあるの。危ないからあなたもどこかに泊まってほしいわ。俺なら大丈夫、もともと今日は彼女の家に行こうとしてたから。そう、ならよかったわ。とりあえず私は泊まるところを探してくるから、また後で連絡するわね。その時にマンションの女のことも教えるから。ひどいよママ、
なんで私に会ってくれないの？何度も何度もママの住むマンションに行ったのに。もうやめて、マユ。お願いだからこれ以上私に付きまとわないで。はあ？何度も何度もマンションに来ないでって言ってるの。どうやって調べたのかは知らないけど、はっきり言って迷惑なの。なんでそんなひどいことを言うの？娘がママに会おうとして何が悪いのよ。だからもう娘でも何でもないでしょ。何ですって？もう10年も前に離婚したし、あなたももういい年した大人じゃない。だから何よ、ママはママだもん。私が何歳になってもママだもん。あのね、もう私はあなたの母親じゃないの。あなたの母親はパパの5歳でしょ。仲が悪いからって私のところに逃げ込んでこないで。だからなんでそんなひどいことを言うのよ。あの女私のママじゃないもん。私は今ママと一緒に暮らしたいのに、離れ離れになった分また一緒に過ごしたいよ。そんな言葉で私が喜ぶと思ってるの？私はあんたたちに追い出されたことを許すつもりはないんだからね。勝手に離婚届を出したことを怒ってるなら謝るよ。だからお願い、私と一緒に暮らしてよ。絶対に嫌。仕事も忙しいし、もう私には構わないでね。それじゃ。何が仕事が忙しいよ。そんなに娘の私より若い恋人の方が大事なの？イケメンと毎日二人で会ってるくせに、娘の私と会う時間がそんなにないっていうの？え？結局ママも私より恋人を選ぶんだね。パパもママも最低だよ。私のことなんてどうでもいいんだね。ちょっと待ってよ。急に何なの？若い恋人って何のことよ。知らばっくれても無駄だよ。私は全部知ってるんだから。ママが若いイケメンと仲良く歩いてるところ、私はこの目ではっきりと見たんだから。え？最低だよこんなの。娘の私が困ってるっていうのに、それよりも若い恋人の方が大切なんだね。私とは会ってくれないのに若い恋人には会うんだね。ちょっと変な勘違いやめてちょうだい。あの子はそんなんじゃないわよ。私に恋人なんているわけないじゃない。どうだか随分仲良さそうだったけど。ふざけたことを言わないで。いい加減にしないと本気で怒るわよ。え？本当に違うの？あの男の子恋人じゃないの？違うに決まってるでしょ。あんた本当にいい加減にしなさいよ。ってことはもしかしてママの会社の社員さん？あ、でもいつも一緒にいるからママの専属秘書さんとか。なんだそういうことなら最初に言ってよ。私ったらすごい勘違いしちゃったじゃん。え？もうママったら。そういうことならあのイケメン君紹介してよ。実は私あの人すごくタイプなの。はぁ？変な勘違いしちゃってごめんね。ママが全然会ってくれないからつい変なこと考えちゃったよ。もう本当にめんごめんご。ちょっとマユ、あんたまた変な勘違いしてるでしょ。こんなことなら早くママに会いに来ればよかった。まさかママが女社長になってイケメン秘書もはべらせてるなんて知らなかったよ。離婚してからママも結構人生楽しんでるんだね。でもこれって私のおかげでもあるってことだよね。はぁ？私がママの離婚届を出してあげたおかげだもんね。少しはそのお礼をしてくれてもいいんじゃないかな。私がお礼ですって？もうママったら社長になってたなら早く教えてよね。一緒に暮らすのも楽しみだし、イケメン社の紹介も待ってるよ。俺の母さんになんのよ。え？特に用がないなら連絡はもうやめてくれますか？はっきり言って迷惑です。は？何？急に何なの？母さんは忙しい人なんです。会社経営してるって知っているんですよね。なら変な人に対応する時間もないってこと分かりませんか？ちょっといきなり何なのよ。っていうかあんた誰？俺の母さんで何を言ってるのよ。その通りなだけですけど。はぁ？ママは私のママなんですけど、あんたの母さんなわけないじゃない。どうも初めまして。俺は母さんの息子の涼介です。息子？あなたのお母さんが再婚したって話何も聞いていませんか？もう5年も前に俺の父と再婚しているんですが。再婚ですって？マユ、それそんなのママから聞いていないわよ。あなたはマユさんでしたよね。前の旦那さんについて言ったとかいう。そうよ。ママの実の娘のマユよ。私のことを知ってるのね。ええ、母さんから俺と同い年の娘がいるとは聞いています。
ということは同じ30歳ということでよろしかったですか？それが何よ。つかぬことをお聞きしますが、大学は出ていますか？中卒ですか？高卒ですか？それとも大学中退ですか？今はどこの会社で働かれているんですか？何よその質問は。普通に大学は出てるし、今も普通の会社員よ。そんなこと聞いて何が知りたいのよ。じゃあ同い年ね、大学も出て社会人で、それなのにさっきからママママっていい年して恥ずかしくないんですか？はあ？同い年の男としてドン引きですね。ちょっと、いや、かなり社会性が足りないですね。はあ？なんで私があんたにそんなこと言われなきゃいけないのよ。母さんも別の人生を歩んでいるんです。夫もいて、会社も経営していて立派な一人の女性なんです。娘なら邪魔をしないであげてくださいよ。うるさい。なんであんたなんかに説教されないといけないのよ。しかも私に社会性が足りないって。よくそんなことが言えたわね。それを言うならあんたの方だってただのマザコンじゃない。え、俺がですか？そうよ。ママのスマホなんて奪って実の娘に牽制して、こんな真っ昼間からママと一緒ってウケるんですけど、いい年したマザコンにとやかく言われる筋合いなんてないんだよ。お言葉ですけど、真っ昼間から母さんと一緒にいて当然です。だって俺、母さんの秘書でもありますから。え？俺、母さんの会社で働いているんです。それに秘書ですから一緒にいて当然じゃないですか。待って待って、一緒って、じゃあ、あんたがあのママといつも一緒にいたイケメン君？マザコン上等。俺は会社経営してる母さんを尊敬していますので。ではこれで失礼します。ママ、どういうことなのよ。あのイケメン秘書がまさか息子だったなんて。大学で経済学を勉強していたそうなの。だからずっとやりたかった化粧品の制作と販売を相談したら、息子として協力するよって言ってくれてね。それね、今は社長秘書までやってくれてるの。と言っても実情は共同経営者って感じだけどね。それじゃあさ、彼もそれなりのお金もらってるのかな。まあ一応役員報酬は渡してるけど。役員報酬？よし決めた。私彼と結婚する。え？マザコンなのは残念だけど、イケメンで会社役員なら間違いないわ。それに彼と結婚したら合法的にママのことをまたママって呼べるしね。私があなたの義理の母ってこと？でも実母と養子って結婚できるのかしら。法的には問題ないっしょ。今私戸籍的にはママの子供じゃないし。ねえママお願い、息子くんのこと私に紹介してよ。悪いわねマユ。息子の凌介にはすでに素敵な彼女さんがいるのよ。もう結婚間近だって聞いているんだから。え？それじゃあね、もう私と息子に関わるんじゃないわよ。母さん、ちょっといい？娘のマユさんだっけ？次は俺を狙い始めたみたいなんだけど。え？私に乗り換えないか、私と結婚しないかって連絡がしつこいんだ。もうあの子ったら、二度と関わるなって言ったのに。こんなこと言いたくないけどさ、本当にこの子母さんが育てたの？母さんが育てた子ならもうちょっとマシな子になると思うんだけど。悲しいけど私が育てたのよ。でも前は私よりも元旦那とその浮気相手との方が波長が合っていたからね。とりあえず連絡は無視するけど、そろそろ警察も視野に入れた対策を考えた方がいいよ。もしやりづらいなら俺は代わりにやっておくし。ありがとう凌介。でもこれ以上私たちのことに巻き込みたくないの。対策は私の方でやっておくわ。それならいいけど、でも何かあったらすぐに俺に連絡してね。俺の大切なお母さんに何かあったら嫌だからさ。ありがとう。もういい。彼もママの子供になるのも全部諦める。だから最後のお願いだよ。私をママの会社に就職させて。はい？だって彼は全然私になびいてくれないし、ママも私のことを迎えに来てくれないし、もう全部諦めてあげるよ。だから就職くらい別にいいよね。全然良くないんだけど。今
の会社は給料低いし休みも少ないしずっと不満だったんだよね。でもママの会社だったら私はママの娘だから即役員だよね。役員報酬もらって出勤も週1とかで全然いいよね。はあ？ねえママ、これぐらいなら別に問題ないでしょ。私のことを雇ってよ。再婚相手の息子と一緒に働いてるなら実の娘と働いても別にいいじゃん。ああもう限界。マユ、あなたにはこれから接近禁止命令を出すわね。え？あなたのことはストーカーだとみなします。それと警察に相談して近づかないようにしてもらうから。ちょっと待ってよママ、ストーカーって私はママの娘なのに？警察なんて冗談だよね。もうあんたなんて娘じゃない。私の子供は息子の凌介ただ一人よ。ああ、次連絡してきたら即通報するからね。自分勝手に母親を追い出しておいて、もう二度と娘面なんてしないでちょうだい。すぐに弁護士を連れて警察に相談し、接近禁止命令を出してもらうことになりました。ついでにもし破った時はその都度慰謝料50万円を請求する誓約書を連帯責任として元夫と再婚相手にもサインさせようとしたのですが、二人はこいつが勝手にしたこと俺たちは知らない、もう縁も切るからとサインを拒否。娘の舞はママだけじゃなくて私も捨てるのかとブチギレながら泣いていました。その後めでたいことに息子は結婚することになったのですが、どこから聞いたのか舞から息子がいなくなるなら私と一緒に暮らしても問題ないよねと連絡が。すぐに弁護士に連絡を入れ、慰謝料50万を分取ってくる予定なので、無事に回収できたら息子へのご祝儀に上乗せしておこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。